アスファルトラインですね。これを今選びました。はい。はい。はい。もうそろそろフィニッシュですね。はい、フィニッシュです。あ、結構やっぱストレスなく動きますね。山野さくらデジタルです。こんにちは。タブレットの紹介です。今回はですね、ブラックフライデーで安くギャラクシータブ S8 プラスを購入しました。で、これから開けていきます。で、大体ですね、まあ12万弱ぐらいのタブレットなんですけど、これが9万弱で購入できました。値引きが大きかったので、まあ、購入した感じです。で、本当はウルトラが欲しかったんですけど、さすがにウルトラ元の値段が高いもんですから、まあ、安売りしてても高くて購入できませんでした。これですね。はい、出てきました。うわ、薄っ。まあ、パッケージ自体もこれ薄いですね。ポーパッドエアと同じぐらいに薄い。あの本体とあとペンも付いてます。アップルの iPad のように別売りのペンを買う必要はなく、もう標準でこれ中に入っております。とても良心的なような気がします。それでは、これを開けていきます。はい。それでは開けます。かっこいいですね。すごいですね。いつも思うんですけど、この新しいタブレットやスマホを開けるときワクワク感がありますね。ちょっと後ほど本体は見ていきますけど、まずは添付品ですね。を見ていきます。これ、標準で付いてるペンですね。ここが平たくなってるので、多分磁石でくっつける面だと思うんですけど、こんな感じです。まあ先っぽはかなり尖ってますね。指でやるとちょっと痛いぐらいに尖ってます。で、こちらは、これはケーブルです。両方ともタイプ C のケーブルですね。だから充電するときはタイプ C 対応の AC アダプターにする必要がありますね。こちらはあれですね。多分マイクロ SD カードを取る際に使うピンだと思います。こちらは多分説明書。これがクイックガイドになります。青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する法律についてってすごいですね。こういうのが入ってますね。はい。で、やはりAC アダプターはないですね。まあ、最近もスマホもタブレットもAC アダプターはついてないですね。唯一ついてるのは Xiaomi レッドミーパッドはついてました。あとこれ本体ですね。まあ、ビニールではなく布製ですね。袋に入ってますね。じゃこれをちょっと外していきます。結構固く接着されてます。はい。はい、取れました。わ、綺麗ですね。で、ちょっと本体の裏側から見ていきます。ギャラクシーっていうロゴがここに入ってまして、で、これがカメラになってますね。細かいスペックに関しましては、後ほどご紹介します。ここはですね、多分キーボードなどを引っ掛ける部分だと思います。で、あとインターフェースですね。あとこちら、ここにタイプ C のポートがあります。で、スピーカーの穴が、ここ両サイドにありますね。二つ。こことここですね。で、こちら反対側ですね。両方にスピーカーがあります。まあ、これもホースピーカーの仕組みになってますね。上の部分は、ここに SD カードのトレイがありまして、こちらが電源ボタンで、これがボリュームになります。カメラが2つのタイプになります。さすがですね、ギャラクシータクフラッシュ用のライトもついてます。次にちょっと重さを測ります。562g ですね。はい、それでは電源をつけていきます。こんな感じですね。ロゴが出てます。これ 12.4 インチ有機 L ディスプレイになります。液晶ではありません。ようこそが出ました。で、これからセッティングしていきます。すべてに同意。アップデート確認をしてタブレット設定中です。やはり有機 EL ですから画面綺麗ですよね。あ、で、そうです。画面にですね、ペーパーライクなフィルムを貼りました。ですから画面がザラザラな感じですね。手触りがすごくいい感じです。ペンも書きやすいと思います。ご用意ください。まあ以前デバイスないので、まあ、コピーしないでいきます。SOC はスナップドラゴン 8Gen1 です。今のスナップドラゴンの SOC の中では早いものですね。まあ、ハイエンドですね。さすがですね、その辺は。それではですね、Google ID を設定します。はい、Google ID の設定まで終わりました。まずは指紋認証、やってみたいと思います。それでは、続行です。横のままでスキャンしていきます。もう少しですね。はい、終わりました。はい、こんな感じですね。これで、右の親指と右の人差し指を入れました。これスキップですね。で、これもスキップですね。はい、準備完了です。はい。ああ、かっこいいですね。綺麗ですね。こういう感じです。指紋認証がどのぐらいのスピードか見ていきたいですね。でこれで、あ、ちょっとワンテンポ遅れる感じですね。もう一回。あ、こんな感じですね。このぐらいのスピードです。すぐにポンと開くわけではないですね。もう一回やってみましょうか。ダブルタップして、こんな感じですね。このぐらいのスピードです。であと、もう一つ顔認証の設定をしてみたいと思います。せっかく顔認証がありますので、それを見ていきたいと思います。指定の
あ、これですね。生体認証セキュリティで顔認証。こういう設定画面になります。で、これの続行で顔を登録すると。メガネかけてると、メガネを外してください。こういうのが出ます。顔認証登録できました。メガネしてる場合では、メガネかけてる時とメガネ外してる時の顔の登録をいたしました。それでは、顔認証がどのぐらいのスピードか見ていきたいと思います。で、今、だいたいですね、50センチぐらい顔が離れてるんですけど、あ、こんな感じで早いですね。顔認証の方が早いかもしれませんね。で、あと近づけて認証するか。今、20センチぐらいですけれども、早いですね。スイッチを押したと同時に認証されます。はい、こんな感じです。スピーカーのチェックをしていきたいと思います。YouTube のですね、自分の動画ですね。前回、アップしましたオーディオのですね、聞き比べ動画になりますけど、音を聞いてみたいと思います。それでは行きます。どうでしょう。音の違いが分かりますね。はい、いかがでしょうか。かなりスピーカーごとの音の違いが分かるだけの4スピーカーになってますね。音はかなりいいと思います。さすがに低音はそれほど出ませんが、中域と高域の音がですね、よく出ていたと思います。これからアンツツベンチをしていきます。はい、スタートします。アンツツベンチ、性能測定中です。アンツツベンチ、性能測定中です。アンツツベンチ、性能測定中です。もうすぐ終了します。アンツツベンチマークの結果が出ました。トータルのスコアは83万836になってます。スナップドラゴン8 Gen 1なんで、かなり早いです。iPhone 14 Plus のアンツツベンチ、これは本当は比較できないんですけど、だいたい傾向的には、同じぐらいですよね。ですから、今の iPhone 14、Pro ではないんですけど、iPhone 14の A15、Apple の SoC と大体同じかちょっと早いぐらいかなと、傾向的には。まあ、本来は、アンツツベンチは Android 端末と、この Apple の iOS 端末は中身が違うので、比較はできないというふうに言われてますが、まあ、傾向的に見てそんな感じだと思われます。Galaxy のホームページから、Galaxy Tab S8 Plus のですね、スペックを見ていきたいと思います。どうでしょう、スクロールはこんな感じで滑らかですね。で、画面のリフレッシュレートは 120Hz なので滑らかだと思います。またペンを使って画面録画機能を使ってますので、ペンが使われているかどうかはちょっとわからないと思いますが、実際まあペン使って今操作をしています。カラーはグラファイト一色になります。 CPU はここにクロック周波数が書かれてますけれども、まあ、オクターコアということで、まあ、8コアですね。で、スナップドラゴン8 Gen 1が、搭載されています。ここには書かれてないですね。であとディスプレイはですね、12.41 になります。有機 EL になりますね。であとディスプレイの解像度は 2800×1752 ということで、かなり解像度が高いです。今まあ操作でも使ってますが、まあ、標準で S ペンがついておりまして、その対応がされているということです。であとカメラがですね、アウトが13メガピクセルで、プラス6メガピクセル。まあ、このカメラ構成になってますね。で、あとインカメが12メガピクセルということで、カメラが、内蔵されてます。で、ビデオの撮影解像度は、この後ですね、ビデオの動画録画機能、まあ、UHD 4K の 30fps で今回試してみました。手ブレ補正機能がついてて、とてもいい感じです。まあ、後ほど見ていただければと思います。あとメモリがですね、8GB になってます。ストレージがですね、128GB。ということです。外部ストレージとして、先ほど、本体を見ていただいたときにですね、マイクロ SD を収納するトレイがありました。ですので、マイクロ SD 対応になってます。まあ、最大 1TB までできるということです。で、ネットワークは Wi-Fi 対応ですね。で、ここにですね、通信と接続端子のスペックが書かれてます。見ていただければと思います。
GPS が内蔵されてますね。ここは素晴らしいですね。はい。で、OS は12ですね。あと、センサーはこちらにある通りですね。まあ、指紋以外に顔認証もできますので、結構便利です。サイズがですね、厚さが、まあ、最初びっくりしたんですけど、かなり薄いタブレットになってます。で、5.7 ミリということになってます。で、重量も先ほど測りましたが、まあ、大体同じぐらいですね。567グラムと。やはり 12.4 インチあるので、まあ、若干重いかなとは思います。で、バッテリーはすごいですね。1万ミリアンペアアワーということで、かなり持つと思います。まあ、あとオーディオビデオはこんな感じですね。はい。動画の設定で、こちらの UHD、FHD、HD がありますが、今回 UHD にいたします。最高解像度でいきます。で、16対9で行います。で、設定の内容を見ますと、動画の設定の内容は、まあ、ここに動画手ぶれ補正っていうのがあります。ですから、この、Galaxy Tab S8 Plus は手ぶれ補正が機能としてあるということになります。手ぶれ補正設定をオンにしました。で、あと特に設定する内容はなさそうです。それでは、動画録画を開始していきます。 Galaxy Tab S8 Plus で録画をしております。 UHD 30fps での録画になります。手ブレ補正をオンにしております。まあ、見た感じはやはり手ブレ補正が効いておりますね。さすがにハイエンドのタブレットですので手ブレ補正機能はついております。で、Xiaomi Redmi Pad とOPPO Pad Air は手ぶれ補正機能が明らかになかったので、やはりハイエンドと普通のですねタブレットとの違いがあります。まとめになります。いかがでしたでしょうか。 SoC にスナップドラゴン 8 Gen 1を搭載し、高解像度でリフレッシュレート 120Hz UQL ディスプレイ、さらにホースピーカー、そして動画手ぶれ機能などすべてがハイエンドなタブレットとなっています。ペンが標準で添付されており、標準的にペンを使った方が使いやすいと思います。スマホと同じような多目的で使えるタブレットだと思います。体験動画をアップしていきますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。また評価、コメントをいただければ幸いです。また次の動画でお会いしましょう。